目的はどんな宝石より価値があるというんだ。幻の秘宝。調べによるとその秘宝を見つけた者にはキングオブオーランの称号が与えられるという。キャプテン玉木、私を置いて降り立ってしまうんですの。すまない姫、しかし宝を手にした暁にはあなたのハートを奪いに戻ってまいります。キャプテン玉木、 大丈夫か。あなたがいてくれるな。どうしたのいつか。どんな敵相手でも負ける気がしないな。光、なんだよ薫、臆病者は突っ込んでろよ。そんな僕は光が無茶して怪我でもしたらどうしようって。違うんだ薫、僕はお前を危険な目に遭わせたくないんだ。光、 目的地はすぐそこだ。ある日準備はいいか。自分は行きません。はあ、めんどくさいんで。ああ、もう、ああ、もう。ある日、なんだその、やる気のない態度は。冒険とかよりも、 こうしてみんなとお茶してる方が好きなので。かわいい。いいかいかん。いいか、ハリー、我々ホスト部は女子たちをもてなす華麗なる遊戯集団。お前も入部して半年が過ぎた。そろそろホストとしてやる気を出さなくては。やる気？例えばそう、自分がどのアングルから最も美しく見えるかの研究。俺の甘いマスク、 右斜め42度の角度が最も美しい。とはいえ左斜め42度の角度も捨てがたい。どうでもいいです。そういえばハルリ君はどうしてホスト部に入ったんですの。はあ、半年前勉強場所を探しているうちにこの部屋に迷い込んでしまったんです。そしたらちょうどあの辺りに置いてあった800万円の壺を割ってしまい、借金。 借金を返すために働いていることは客の前では秘密にしていただこう。もちろん女子であることも。ちなみに利子を請求しないのはこちらの思いやりなんだが。悪魔の笑みだ。天国のお母さん、 今を遡ることは半年前、自分はホスト部の地下800万円の都合を割ってしまったことで借金を背負い、やむなくホスト部に入部することになったわけです。ママちゃん、本当にこの人たちはわけのわからない集団で、自分は毎日のようにおかしなコスプレをさせられたり、めんどくさいイベントに参加させられたりしています。そもそもここ私立オーラン学院は 日本有数のスーパーお金持ち学校で、周りは全員両家のご子息ご令嬢。奨学金を受けて特待生として通う自分には、まだまだついていけない。いや、全くついていけないことばかりです。そんな中、1週間後にはオーラン祭が迫っており、その準備に学校中が大忙しでした。 お待ちしておりました。ようこそ。まあ、いろいろなことがあってここにいるわけなんですけど、こうして皆さんをおもてなしできる時間はとても好きなんですよ。ハルヒ、なんでお前はそんなに可愛いんだ。ハルヒ、来ないでください。どうした、顔が赤いぞ。 熱があるのか。近づかないでください。バカ。なんだろう、このドキドキする症状は。はるちゃんどうしたの、具合悪い？具合、そうか、風邪かな。何、 大丈夫か？
娘が反抗期だよ。お母さん、呼んでるよ。その家族設定はいつまで続ける予定なんだ。失礼します。短期留学生の方が学院の部活動を見学されたいと、シンガポールより来日されたミシェル・エリカ・モナールさんです。2年生のクラスに入られます。ミシェルさん、こちらはホスト部の皆さんです。ホスト部？おもてなしの部ですのね。素敵だわ。学院の滞在の間、あなた方に私のエスコート役をお願いしようかしら。はあ？何言ってんの？何様？もうすぐオーラン祭の準備で忙しいのに、そんな暇あるわけ？光栄です、ミシェル姫。この巣をたまき、お役に立てるよう心の限りお尽くしいたします。モナール社はシンガポールを拠点としてアジア各地に支社を持つ日系の大企業だ。歴史ある由緒正しい家柄でね、まあ親しくして損はない相手だろうな。確か社長夫妻が3年くらい前に事故で亡くなったってニュースになってたね。ええ、長男であるミシェル嬢の兄が後を継いでいるはずです。大変だったんですね。ちょっと殿、何ぼーっとしてんのさ。オーラン祭の打ち合わせするって言ってたじゃん。オーラン祭といえば地味に気になってたんですけど、要するに文化祭ですよね。普通はもっとこう手作り感というか。それは庶民の学校でしょ。うちの場合モットーは企画力と統率力。お金と人をうまく使っていかに他より優れた企画を成功させるかってとこがポイントなんだよね。あらず、お金持ちは大げさだな。それだけじゃない。オーラン祭では毎年メインイベントとしてオーラン祭バトルが行われる。バトルの勝者には今後1年間中央棟サロンを使用する権利が与えられる。中央棟サロン？ああ、オーラン高校の中心に位置し、来賓客や生徒たちから最も注目を集めるスペースだ。今年は何としてでも優勝し、我々ホスト部が勝ち取るつもりだ。バトルはオーラン祭前日に行われる予選と当日に行われる決勝戦に分かれてるんだよ。去年の種目はチェストーナメントで2位だった。決勝で負けちゃったんですか？去年は敵に日立院の大事な授業相手子息がいたからな。勝ったらいろいろ支障があるでしょう。ああ、そういう理由で。今年は何を？まだ決まってないよ。予選の種目は生徒会が、決勝の種目は理事長が選んだ特別実行委員が決めるんだよ。今年は誰だろうね。去年はフランスの大使さんだったけどね。ふっふーん、うわっ、復活した。どんな種目であろうと関係はない。今年は遠慮する相手もなし。必ずやホスト部が優勝を勝ち取るのだ。やった。めんどくさいことになってきたな。スーオタマキ、写真よりずっと素敵な方。オーラン祭の準備盛り上がってるようだな。はい、バトルは見てくれますか？ああ、楽しみだ。
Happy birthday to you. じゃん。ママ、お誕生日おめでとう。ありがとう。楽しそうですね。あの家族。たまき、母さんのことでは辛い思いをさせてすまない。本邸に未だ呼び寄せてやれないことも私の力不足で。そういう意味じゃないんです。ただああいうのを見ているとなんだか嬉しくなるというか。玉木、お前将来のことをどれぐらい考えてる？え？例えば我がスオーグループは金融業を基盤に様々な事業を展開しているが、ホテル経営にも力を入れていてね、多くの人に優れたサービスを提供することを理想に、現在世界各地に約30軒のホテルを所有している。スオーのことに興味があればいつでも行ってきなさい。はい。オーラン祭には仕事の合間を縫って顔を出すんだ。せいで私に花を持たせてくれんだろうね。ご期待ください。学年主席などはお前の兄たちもクリアしてきたことだ。多少のことでは私が納得しないことは分かってるよな。はい、お父さん。モナルのお嬢様、無事に学院に見えましたか？はい、会長。玉木お坊ちゃまと同じクラスに編入されるそうです。とりあえず様子を見ましょう。候補筆頭ホスト部、エントリーします。クロマゲ2の出場します。わーお、猫沢先輩、よく、我々も正々堂々とクロマ術の力を借りて戦い抜く覚悟です。負けませんよ。お願いします。思わぬ強敵が。強敵じゃないっつーの。強敵だっつーの。相変わらずふざけた連中だな、ホスト部。そう簡単に優勝できると思ってるのか。君たちが優勝候補の筆頭。上たちのことを忘れてもらっては困る。オーラン祭バトルを勝ち抜くのは我々。雨太くな、オーレ。なぜオレンジを買うこと？アメフト部のクゼ先輩だ。彼の家は青果輸入業だからな。だからってなんで買うこと？ちなみにクゼ君はキョウちゃんの幼馴染だよ。いやあ大鳥くん、相変わらずスオの腰巾着か。ご苦労様だな。これはこれは。こんにちは、クゼ先輩。先輩こそ相変わらずですね。去年はわざと2位に甘んじたという噂が流れているんだが、一体どういうことかな。おかげで君たちに負けた僕らはいい笑い者だよ。先輩が日頃から尊ばれる人間であれば、人はそんなことで笑わないものです。じゃあ何か僕の性格に問題があると？さあ、僕は先輩の性格には全く興味がないもので。正々堂々戦う人間をバカにする気か。大体お前は子供の頃から生意気だ。何かまだお前はそういうとこが生意気なんだよ。クゼ先輩、
ここから先は男らしくバトルで決着をつけませんか。いいだろう。オーランサイバトルで勝負だ。ますます面倒くさいことになってきた。クラス内企画の発注書を起こしてホスト部企画の方はお茶の準備を。よろしいですか。皆さんでホスト部を応援しましょう。アメフト部には絶対負けませんわ。あーいいぞ。どんどん大げさなことになってきたな。やめて、やめて、応援します。はるちゃん、はるちゃん、ん、何やってるんですか、この忙しいのに。敵将視察は重要な任務。アメフト部スパイ主体だ。自分まで付き合わなきゃいけないんですか。いいか、大鳥京也にだけは油断するな。大鳥京也、あの男の恐ろしいところは己の利益のためならどんな卑劣な策をも厭わない男だということだ。否定的に。いやいや、否定しましょうよ。あいつは子供の頃から散々俺をコケにしようって手をつく。オレンジだ。そうそう、オレンジの香りにはディラックス効果があるんですよね。生徒会にはちょっとしたコネがあってね。コネ？久世君は生徒会副会長のカナンちゃんと因縁掛けの仲らしいよ。たけし、予選種目についてはすでに手を回してある。奴らが我々に決してかなわないもの、つまり今年の予選種目は去年のような生ぬるい頭脳戦だけではなく、鍛え上げた肉体が大いに必要になってくる種目なのだ。やられた。予想の範疇だな。え？確かに体力は必要だろうが知力で補えるレベルだ。今さら無駄な努力をするよりもまず。おい、聞いているのか。今さらな努力だ。燃えてきたぞ。バトル以外のことには脇目も振らずオーランサイ一直線なのだ。おー、ごきげん。賑やかですもんね。ご機嫌麗しい、ミシェル姫。どうも。ミシェル姫、ホスト部へようこそ。脇目も振らずにって言ってたの誰だっけ。私、理事長にオーラン祭の特別実行委員に任命していただきましたの。バトル決勝戦の種目を決める大事なお役目ですわね。ありがとう、玉木さん。あなたのご尽力のおかげですわ。お安い御用です。華やかなあなたにこそふさわしい大役です。は？ところでミス・ミッシェル、この度はどうして日本へ。京也先輩まで。そういえば親しくして損はないって言ってたかもね。日本は母の生まれた国で一度ぜひ来てみたかったんですの。兄は忙しい人だけど私には本当に優しくて、この日本行きを勧めてくれたのも兄なんです。
ただ急な出発のために支度が間に合わなくて、召使いも数名しか連れてこられませんでしたの。祖国では私好きのメイドだけで20名はいましたのに。まあそれはお困りでしょう。それならぜひうちの使用人をお使いください。ぜひうちからも。嬉しいわ。噂によると5カ国語を操られるとか。外国語は不可欠ですの。お兄様の付き添いで各国の国王や大統領ともお相手しなければなりませんのよ。でも亡くなった父はもちろん、兄も大変な親日家で、家族では日本語で話すことも多いんですのよ。なんてあれ、自慢ばっかり。しかも兄兄ってかなりのブラコンだね。行き過ぎた兄弟愛ってちょっとね。行き過ぎた双子愛はいいんだ。ミシェルさん、学院はいかが？ええ、とても快適ですわ。ただ英語の授業が私には簡単すぎて、個別指導は受けられませんの？すぐにカリキュラムを変更してもらいましょう。それから残してしまって申し訳ないのですけど、この料理口に合いませんの。明日から秘書にメニューを提示させてもよろしいかしら？仰せのままに。他に何かお困りのことは？実は少し暑くて、空調のせいかしら。受けたまりました。俺だ。ああ、大至急スタッフを10人ほど頼む。心身ともにおくつろぎください。悪くないわ姫。あの黒服の集団は？京ちゃん家の使用人の皆さんだよ。すごいですね。そろそろ戻りますわ。どうぞ。ちょっと失礼。随分つつましいのね。ある日はこの学校唯一の庶民で、奨学金を受けて学校に通う特待生です。勉強熱心で、うちの部自慢の。立派なのね、春日さん。よろしければ私の残したもの持って帰られます？え、あなたが食べたことないようなメニューばかりじゃないこと？おい、あんた。やめろ、光る香る。だって殿。ミシェル姫、参りましょう。週末ホスト部みんなで都内をご案内しますので。殿のドア！いつものそうなら、あんなの絶対許さないくせに。京也先輩もなんだよ、止めもしないでさ。よーし、皆の衆、明日はみんなで見せる姫をおもてなしさ。そんな暇ないよ、トレーニングで忙しいんです。お母さん、お兄ちゃんたちが冷たいよ。よしよし、意地悪な息子たちだな。それよりほら、ミシェル女王をお見送りするんだろ。あ、うん、お母さん行ってくる。はい、行っといて。ノリノリじゃん。誰だよ、京也先輩の偽物。玉木のフランスにいる母親の写真を見たことがあるんだが、どことなく似てると思うよ、ミシェル嬢に。目元とか雰囲気がね。知っての通り、玉木は妾の子だ。祖母である須尾会長に日本に呼び寄せられて以来、母親に会うことを禁じられている。笑顔が見たいんじゃないか。玉木はミシェル嬢の取り澄ました笑顔じゃなく、心からの笑顔が。玉木どうしたの？表で遊ばないの？
だってママが。もったいないわね。ママはやりたいことがいっぱいあるのに。体の調子が良くなったらお庭を散歩したいなとか、この間植え替えたバラの花の様子を見に行かなくちゃとか。それより何より玉木、毎日あなたの笑顔が見ていたいわ。ママ、うん、一日一日が大切なのよ。毎日一生懸命生きて、毎日笑顔でいるの。それってね、玉木、周りの人に幸せを分けるってことなのよ。玉木が日本に来ることを決めたのは、周防の支援と交換条件に、体の弱い母親を守るためだが、そんな玉木が最後に見た母親は泣き顔だったらしい。それでミシェルちゃんに笑ってほしくて。そんなの言ってくれたの僕らだって。ただいま。ミシェル姫は無事お帰りに。マザコン。はい。マザコンキングのバカ。はい。いやいやいや、何すっげえな。なんだよバカ。バカとはなんだ。マザコンかもしれないけど、バカとはなんだ。マザコン。明日の行き先は浅草あたりでいいか。え、ちなみにその作戦僕たちも乗ることにしたから、名付けてミシェル姫おもてなし大作戦。楽しそうだね。お前ら。よし、じゃあハニー先輩、森先輩、作戦会議しよう。はい。ハニー先輩、浅草といえば、うん、お団子。玉木先輩。ハルヒごめんな、昼間カフェテリアで。いえ、気にしてません。その作戦自分にもお手伝いさせてください。人力車。おお、人力車。 He's a wonderful person, Lawrence.I want you to meet him. He's the son of the Soul family. If I'm going to get married, he's the one. Oh, I hope you're joking. I'm not joking. I'm very serious. Lawrence, would you talk to the chairman? Miss Suo, please. Well, if you're that serious...I suppose I can talk to her. Oh, thank you, Lawrence. I appreciate it greatly.京也様の予想に遠くない状況かと。ああ、立花。はい。このリストに載っている上場企業の資料を全て集めてくれ。は、はい。明日は一日仕事になりそうだな。お待ちしておりました、お姫様。本日は日本のワンダーランド下町ツアーへご案内します。ミシェル姫、ここがジャパニーズトラディショナルアベニューです。仲見世通りって言うんだよ。うん、よし、お前らみんなで集合写真だ。ほら、みんな入るか。うん、入ってるか。っていうか、殿が撮ればいいじゃん。そうだよ、写真撮るのはお父さんの係でしょ。何、そういうものなのか。よし、お菓子屋さん、美味しそうだね。それでここが浅草寺っていうんだよ。ここでお参りをする。何をお祈りされてるの。俺は愛する家族がいつも笑顔でいられることを祈ってます。
お疲れではないですか、お姫様。いいえ。どうぞ。それにしても皆さん本当に仲がいいのね。ええ、ホスト部は家族なんです。家族？わあ、ミシェルちゃん、どれがいい？人形焼きとおまんじゅうと揚げまんじゅうと、それからね。はいはい、お待たせしました。膝掛けをご用意しました。どうぞ。こちらおしぼりです。アロマの香りをお楽しみください。あの二人、昨日までとは打って変わった尽くしぶりですね。タマちゃんのために姫のために簡単に接すると決めたと言っていたからね。このアロマ、ベルガモットの香りに変えていただけません？かしこまりました。それとこの膝掛け、アラシアンカシミヤに変えていただけません？はい、ただいま。あら、私あやにたまきさんと乗りたいわ。二人で走って呼び止めてくださらない？かしこまりました。ずいぶんと儚い寛大精神でしたね。二人にしては頑張ったと思うよ。いいですね、人力車。行ってらっしゃい。達者でな。あれ、光と薫は？ああ、怒ってどっか行っちゃった。あ、クソ持ち発見。高橋行くよ。ああ行ってらっしゃい。光の分。ハルヒ、見て見て、変なジュース見つけた。光は？あ、トイレ行ってる。ほら。まずそう。光も同じものでいいの？うん、僕らは基本好みは同じだから。じゃあもしそれが一個しかなかったら？ああ、基本は半分こだよね。でももしそれが分けられないものだった時は。薫は譲っちゃいそうだね。え？薫は優しいところはあるからね。でもそういうの光喜ばなさそう。似てるけどそういうところ全然違うよね。そうかな。うん、ヒカル、変なジュース見つけたぞ。おお、ほら、これヒカルの分。何これ、すっげえうまそうじゃん。よし、じゃあ、ヒカル、よし、乾杯。あー、うめー、来たねー。先輩、探したぞ。ミシェルさんは？あ、ハニー先輩たちとお兄さんへのお土産を選んでる。あ、俺さ、お前に渡したいものが。あ、ちょっと待ってて。おばあさん、手伝いますよ。嬉しいね、こんないい男におんぶしてもらって。いえ、少し美しいだけですよ。はあ、嬉しいね。おばあさん嬉しそうでしたね。なんだか気になっちゃうんだ。え？例えばさ、この前行ったホテルだったらもっと段差がなくなればいいなとか、あと外国の方がよく来る和食店だったら掘りごたつがあったらいいのになとか。先輩らしいですね。あ、そうかな。俺はただみんなが笑顔で過ごせたらって。知ってます。だから
ホスト部なんてやってるんじゃないですか。うん。あ、そうだ、お前に渡したいものがあったんだ。これを見つけた途端、ハルヒにぴったりだと思って。手出して。ビビッとハルヒの顔が浮かんでさ、うん、俺の勘に狂いはないというか、なんというか。自分のイメージってこれですか？え、嬉しくないの？俺とお揃いだよ。いや、全然意味わかんないんですけど。けど。あまりにバカバカしすぎて。大トロ？お父さん、あんたもう寝てんの？お父さん、ん？病気かも。病気？大変じゃない、あんた。病院行かなきゃ。保険証、保険証、どこかしら、保険証。ちょっと、あれ、私どこやったのか。え、保険証どこやったのかしら。ちょっと、あんた知らない保険証。玉木先輩の顔を見るとこう心臓が痛くなったりかと思うと、すごい動機に襲われたり。なんだろうこれ、やっぱり風邪かな。あの害虫男、欲張したの無性に。え、どういうこと？もうあんたは勉強ばっかりして頭でっかちなんだから、もう寂しい。俺は変態だ。我が子ながらバカな寝顔だ。
おや、起こしてしまったかな。息子にキスするなんて、あなたは変態ですか。可愛い我が子にはいくつになってもチューしたくなっちゃうものなんだよ。本当に？本当だと、父として誇るべき感情と言っても過言ではない。玉木、そうか、お父さんだったらいいのか。よかった、よかった。お父さん、やっぱり風邪だな。予選は明日なのに、どうしよう。藤岡君、何かありましたね。猫沢先輩。よろしければ悩みを解決して差し上げましょう。こちらは私の愛読している呪いの本です。ドキドキ診断のページを参照ください。あなたの悩みが解決されますよ。あの人のことどう思ってるの？ドキドキ診断？はるちゃん、どうしちゃったの？さあ、ボンジュー、ミナモシ。おお、はるちゃん、お父さんだよ。失礼します。はるち、どうした？風邪か？その人のことを考えると胸が痛くなる。授業があるので、これで。昨日は言いそびれたんですけど、一応言っときます。オートロリング、ありがとうございました。喜んでくれて嬉しいぞ。笑いかけられると泣きそうになることがある。ではこれで。はるちゃん、はるひ、その人の声を他の人よりよく拾ってしまう。まさか、そんな、まさか。その人が嬉しそうだと自分も嬉しくなる。その人は尊敬できると思う。その人の力になりたいと思う。チェック項目の合計点が80点以上だったあなた、ズバリ彼に恋しちゃってるでしょ。嘘でしょ、そんな、まさか自分が。バーディー、俺に惚れちゃったのかい。そうだろ、そうだろ。俺って素敵だね。俺も俺のことが大好きなんだ。あの雑誌が予想以上の効果を上げたようですね。うまくすればホスト部に波乱の予感です。もしかしたらオーランサイバトルでは我々黒魔術部がついに日の目を見るかもしれませんね。うん。Since the president Lawrence consulted Chairman Tsu about the case of the other day. I see. So Lawrence talked to the chairman. Thank you for the information. お嬢様、どうしましたか、こんなところで。何でも。少しお伺いしてもいいかしら。玉木さん、藤岡春樹さんのこと娘って言ってましたわ。失礼かとは思いましたけど、
少し調べさせましたの。あの子、学院の皆さんに嘘をついているのね。驚いたわ。僕もお伺いしてよろしいでしょうか。今回の件はお兄様の差し金ですか、それともあなたが独自に。何のお話。いえ失礼します。明日の準備がありますので。確かに嘘はいけませんよね、お嬢様。1、2、3、4。青春だね。なんだかみんな噛み合ってない感じだよね。どうなっちゃうのかな僕ら。とりあえず明日の予選だ。そうだね、僕らがしっかりしなきゃ。一丁頑張りますか。いいか、明日の予選は絶対に勝つ。いよいよです、皆さん。オーランサイバトルで優勝をつかみ、我々黒魔術にもメジャーな部活動へ昇格しましょう。あの格好で予選を戦うつもりか。ふざけてやがる。放っておけ。調子に乗っていられるのも今のうちだ。ほこりがついていますよ。こちらの方にもほこりが。こちらの方にも。さあ、いよいよ始まりました第43回オーランサイバトル。まず第1ポイントの早押しクイズで正解したチームは第2ポイントの坂を登ります。登り切ったチームのメンバーが第3ポイントのスクラムマシンにアタック。マシンを押してゴールにたどり着いた上位5チームが決勝に進出できます。それでは早押しクイズの第1問です。女性で初めてパンツスタイルを起用したフランス人デザイナーといえば。光る、香る。あ、ここにサネル。よしよしよし、まずはこの俺が。まずはホストのキング、スオータマキがいった。中世ヨーロッパで開発された史上最も残酷な拷問器具は魔女の針山です。オレンジの花言葉は花嫁の喜び。さあ、アメフト部第2ポイントの坂へ向かう。ん、おっと、アメフト部スパイクを脱いで裸足でぬるぬる坂を登る作戦だ。さすが優勝候補アメフト部、強靭な脚力を生かしていち早くぬるぬる坂を通過。例のものをお願いします。いいんですか。いいんです。
ニー先輩、森先輩、あれですか、ラジャ行くよ、高志。ああ少し、もう少しですよ。ご協力ありがとうございました。黒魔術部、怪しい妖術で柔道部を撹乱させ第2位でゴール。タモちゃん頑張って。タモキ、あっとホストブスを、なぜか固くなに靴を脱がずヌルヌル坂を登れません。その横を裸足になった水泳部と野球部が通過していきます。兄先輩、森先輩、お願いします。ラジャ、ホスト部はたった2人しかヌルヌル坂を通過できていない。2人でスクラムマシンを押すのは不可能です。サちゃん、アタック。無謀にも2人だけでスクラムマシーンにアタック。バカな、2人で動かせるはずないだろ。まさかまさか、ホストブ、ハリノスカ、モリノスカ、たった2人で一頭あるスクラムマシーンをしている。光る、トイレ先に戻ってる。もう光る、ホストブナンバーワン、ホストブ、まだはい、ミシェルさん、そろそろ。バトル予選通過はアメフト部、黒魔術部、ホスト部、水泳部、野球部に決定しました。決着は最終決戦に持ち越されます。それでは決勝戦の種目を特別実行委員のミシェルさんから発表していただきます。決勝戦の種目は宝探しです。ある場所にモナール家の秘宝を隠しました。
それを見つけ出したチームを勝者といたします。後で第三音楽室に来てくださる？お話があるの。はい。光ってば。くそ。わけわかんねえ。なんでこんなイライラするんだろう。殿にも春日にも。光、ごめん、今は一人にして。ひかちゃんは春ちゃんのことを好きなのかな。自覚はしてないんだろうけど、だから余計に辛いのかもしれない。ねえ、もしかしたらカオちゃんもハルちゃんのこと。うん、僕は割と前から。そっか。僕は別に春日とどうかなりたいとか思ってるわけじゃないんだ。できるならもう少しだけ今のままのホスト部を楽しみたいけど、でも僕どうしたらいいのかな。どんなお話でしょう、ミシェル姫。日本の女性は大和なでしこっていうのですよね。ええ。奥ゆかしくて控えめで、日本の男性はそういう女性が好きなのかしら。玉木さん、わがままな女の子は嫌い？あなたが好きなの。物あると素直なら釣り合いも取れるでしょ。ミシェル姫、そろそろやめにしませんか。君がそうして偽りの態度を続けていても、欲しいものは手に入らないんじゃないかな。今日や。で、いつから気づいてたんだ。一応俺も周防の端くれだからな。モナーラのことは一通り調べたよ。まったく、人が心配して様子を見に来てやったのに。え？心配してくれたのか。メリットのないことでは動かないお前が。ああ、でどうする。ああ、このまま放っておくことはできない。
あなたのせいよ。知ってるのよ、あなたの秘密。明日決勝の表彰式であなたが性別を偽ってることを発表してあげたっていいのよ。ホスト部にも優勝なんてさせないわ。台無しよ。あなたさえなければお兄様は。雨。どうしたおい、大丈夫か、おこら、こんとこ。はるちゃん大丈夫？はい。頭部を打撲したことによる一過性の意識消失でまだ眠ってはいるが、軽い脳震盪だそうだ。石頭だからな、あいつは。よかった。ミシェル嬢は須藤会長に呼ばれて本社へ。そうか、まあ、あの会長なら全てお見通しだろうが。何の話？彼女の嘘についてだよ。わかりました、ご苦労様。あの玉木さんの容体は問題ないそうです。ご心配なく。私はあの子を正式には
うちの人間としては認めておりませんので。それよりミシェルさん、あなたの学院での振る舞いは耳に入っていますよ。あなたはこの短期間にいくつの嘘を重ねましたか。すべては玉木を通して我が社に周防に取り入るためですね。モナールは確かに世界的に優秀な企業だが、徹底した倹約家でもあってね。その暮らしぶりは非常につつましやかで、彼女が学院で語ったような華美な暮らしであるはずがないんだよ。じゃあ自分一人に20人のメイドとか。まさか。国王や大統領、投資先の国家と会社全体の付き合いはあるでしょうが、彼女自身が親しいなんてことはありえない。なんでそんな嘘。馬鹿げた見栄ですが、少しでも自分の家の価値をアピールしたかったんでしょう。全てはお兄さん、現社長のローランスのために。お兄さん、あなたさえなければ。お兄様は、ローランスは先代亡き後22歳の若さで授業を継いだ。今まで社を守れてきたのは紛れもなく彼の必死の努力の結果だよ。しかし今現在モナールは不安定な状況に陥っている。モナールの複数の投資先に信用不安が起きていることを私は不安視していました。あなたもそれを知り、金融支援を受けるために周防に、玉木に近づきましたね。我々のような立場の人間は人様に身勝手な事情で迷惑をかけてはならない。これは私の持論です。影響力のある家に生まれるとはそういうことだと思うからです。あなたは身勝手な理由で周囲に嘘をばらまき、我々を自分の計画に巻き込もうとした。それはあなた自身の家を、大事なお兄様の積み上げてきたものを侮辱する行為でもあるのです。私は自分の家の在り方に誇りを持たない人間は信用しません。金輪際モナールとの仕事の話はなかったと、そう思ってください。About engagement, President Soh declined it. She also told me how you've been acting in school. Are you ashamed of our life? I don't know you anymore. ミシェルさん、ホテルに行ったら留守だったんでここかなと思って。ハルヒさん、会社が危機にあると兄が話してるのを偶然聞いてしまったの。私なりにいろいろ調べたわ。周防グループの一人息子がオーランにいると知って近づこうと思ったの。私が周防と深いつながりを作って戻れれば兄は楽になるって。全部お兄さんのためだったんですね。そうじゃないわ。
自分のためなの。両親が亡くなってから私たち二人だけの家族になった。でも兄は家に帰る間もないほど忙しくて、私はなんだか取り残されたみたいで、寂しかった。ただ必要として欲しかった。だから毎日何でもないわ、もういいの。どうせ今頃雨で濡れてる。あの、それってさっきの。いいのよ、忘れて。ミシェルさんの気持ちお兄さんに伝えなくていいんですか？言ったって仕方がないわ。きっともう許してくれないもの。そんなことないです。家族なんだからちゃんと話せば。家族なんて関係ないわよ。一度こじれたら、さっき須藤会長が言ってたわ、玉木さんを孫とは認めてないって。あなたたちだってそうじゃない。ホスト部は家族だの娘だの言ってるけど、予選で見てたわよ。些細なきっかけですぐ崩れるような関係じゃない。脆いものよ、そんな絆。お父さん。ん？お母さんってすごく頑張ってたよね。いつも笑顔でさ。ずっと気になってたんだ。どうしてあんなに頑張れたんだろう。病気が分かってからもずっと。どうして町の弁護士なんてあんな大変な仕事続けられたのかな。簡単よ。目の前にいる人の悲しい顔を見ていられなかった。だから何かをしてあげたかった。それだけじゃない。もういいの。どうせ今頃雨で濡れてる。そうだよね。ごめん、ちょっと用事思い出した。ちょっと春日、thank you.
カオちゃん、ヒカちゃん大丈夫？それが昨日病院から帰ってからずっと黙り込んでて。そっか。ミシェルちゃんの方もどうなったかな。みんな聞いて、助けたい人がいるんだ。え？助けたい人？ミシェルさんです。はあ？なんであんな女を、どのがどんな目になったか分かってんのかよ。彼女は今すごく殻にこもっちゃってる。お兄さんと気持ちがすれ違っちゃって、もう修復できないと思ってる。でもそうじゃないでしょ。家族なら心の奥でつながってれば、何があっても絶対分かり合えるはずでしょ。ホスト部だってそうじゃない。ハルヒ、ハルちゃん、ミシェルさんに教えてあげたいんです。ちゃんと勇気を出して向き合えばきっと伝わるってこと。どうにかしてミシェルさんに伝えたいんです。でもどうやって。策ならあるぞ。みんな、今日の決勝では必ず優勝するぞ。タナちゃん、ハルヒ、俺が言いたかったことを言ってくれてありがとう。みんな心配かけてすまん。もう大丈夫だ。玉木先輩、いいか皆の衆、ホスト部が今まで積み重ねてきた結束力を証明する時が今だ。俺たちのためにも、ミシェル姫のためにも、一致団結して絶対に勝つ。そして姫の笑顔を取り戻す。策を聞きたいものは。聞かせてください。俺もだ。僕も聞きたい。僕も。ヒカル、お前は。決まってんじゃん。よし、では今日の作戦を伝える。いいか、1分1秒を無駄にするな。制限時間内に行動することが勝利への鍵となる。よし、ホスト部絶対に優勝だ。決勝に選ばれたチームが次々と集まります。そして最後に登場するのはホスト部だ。これはびっくり、なんと海賊の衣装です。必要性は全く分かりませんが、恐るべきサービス精神です。ただいまよりオーランサイバトル決勝戦を開催します。2時間後までにどこかに隠されているというモナール家の秘宝をここに持ってきてください。ミシェル姫、我々はあなたのために戦います。見ていてください。必ずや宝をあなたのもとに。もし我々が団結のもとに宝を手に戻ってきたら、あなたも勇気を見せてくれますか。一番大切な人に自分の気持ちをきちんと伝える勇気です。Yeah!
I have been expecting you, President Lawrence. 君は？お出迎えに上がりました。大鳥恭平です。大鳥家のご子息か。お父さんから提案いただいたスキーム拝見したよ。リスク分散のバランスは見事だった。お父さんはどこに？あれを提案したのは僕です。君が？ところで、今日はその前にお話ししたいことが。はじめまして。スオ、玉木君。お見知りおきくださり、光栄です。聞きました。妹が大変なご迷惑を。その話はいいから。とにかく一緒に来て。何なんだ、君たちは。僕はミーティングのつもりで来日したんだが、どうしてもあなたに笑顔にしてほしい女の子がいるんです。家の状態が苦しくても誇りだけは失う猫だと思っていた。だが私の思い違いだったようだ。それは違います、お兄さん。これを見てあげてください。必要なんです。さあ制限時間は残り5分となりました。まだどのチームもオナール家の秘宝を見つけられない。おっと、アメフト部と黒巻粒が池の中で争っているぞ。アメフト部クゼ、強引に白い箱を手にした。中にあるのはブローチだ。しかもモナール家の紋章のようなものが入っている。さあ制限時間まであとわずか。まだホスト部は現れません。もしや棄権してしまったのか。アメフト部のクゼが帰ってきた。手にしているブローチにはモナール家の紋章のようなものが入っています。オーランサイバトル、勝利を手にするのはアメフト部か。ミシェル嬢、これがモナール家の秘宝ですね。本物の宝物はこちらにあります。いい加減なことを言うな、ホスト部。このブローチにはモナール家の紋章が入っている。確かにそのブローチもモナール家を宝に違いない。しかし真の宝はこちらだ。これはある女の子のレシピを参考に作りました。そこにはこう書いてありました。
このレシピはお兄さんのために、亡くなったお母さんの味を思い出しながら作ったと。でもお兄さんは仕事で忙しくて、いまだ家族で食べる機会は一度もないそうです。大丈夫。ミシェルさん、本当に大切な宝物のために勇気を出してください。Your work. I wanted us meals together as a family, like how it used to be when father and mother were still alive. This brings back memories.Mom used to make this all the time. You see, I've been thinking, what can I do to make you smile like the way you used to? By protecting the company, I thought that would. Someday, bring that smile back on your face.What you really needed wasn't anything like that. From now on, I'll be right here, right beside you.しかし、よく急にお兄さん連れてこれたよね。事業再生のための金融スキームの組成を提案したんだ。出社候補としてホスト部の顧客リストから優良上場企業をピックアップした。各社の反応もそこそこ良くてね。まあおかげでうちはモナールといい付き合いができそうだ。父も喜んでいるよ。京ちゃん、黒い。それではお願いします。果たして優勝チームは。ありがとうございます。優勝はホスト部です。やったー、中央トンサラゲットだぜ。
派手な真似よ。お母さん、モナールに魅力があったのは確かでしょ。なぜ婚約話を承諾しなかったんです？理由は話したはずよ。本当にミシェルさんの言動が理由でしょうか？聞いてますよ。玉木が事故に遭ったと聞いた瞬間、大層慌ててらしたとか。勘違いよ。親をからかうもんじゃないわ。たけし、また京也君にしてやられたわね。バカにしに来たのか。そうね。確かにバカで面白かったわ。カナ、その顔に合わない性格どうにかならないのか。バカなくらいがちょうどいいの。え？京也くんに勝てないたけしが好きよ。うるさい。次は絶対に俺が勝つ。ついに手に入れたぞ、中央投サロン。いい感じだね。早速オープニングパーティーの支度でもするか。あのさ、ヒカル、ハルヒのことなんだけど。ヒカルはハルヒのこと。待って、言わなくていい。ヒカル、ハルヒってさ、芯が強いっつうか、なんか殿に似てる。あいつらってなんかすげえよな。俺さ、殿が怪我した時本当どうしようかと思った。自分でもわけわかんないくらい動揺して。俺さ、やっぱ殿のことが大好きなんだよ。うん、だから修行する。修行？殿と春日に少しでも追いつけるように俺もちょっと頑張る。そしたらさっきのもう一回言ってよ。うん。ヒカル、なんだかっこいいぞ。なんだよ、顔が。お前今日までアングラを向くものいいんじゃねえよ。お前こう、そこの双子、何二人で遊んでるんだ。寂しいだろうが、俺が。なあ、あー、ああんじゃねえよ。ちくしょう、言ってよ。混ぜてくれ、お父さん。やだ、やだ。ねえ、京ちゃん、京ちゃんはあの青春君たちに混ざらなくていいの？俺がですか？ああ。高校生活はシミュレーションの場だと教えられてきました。でも俺は もっとかけがえのないものを得ましたから。それだけで十分ですよ。皆の衆、大きな声で中央動作の万歳万歳万歳。君たち、ありがとう。行っちゃった。ミシェルちゃん、お兄さんと帰国できてよかったね。さ、帰るぞ。ん？
ミシェルさん、最後はいい笑顔でしたね。ああ。先輩？ハルヒ、笑わないで聞いてくれる。俺の夢の話なんだ。夢？最初はただ母さんに笑顔になってほしいだけだった。でもだんだんその笑顔の輪をみんなにも広げたくなって、それでホスト部を作って。けどさ、気づいちゃったんだ。俺はもっとたくさんの人が笑顔になれる仕事がしたい。そしてそれが素王の中にあるんじゃないかって。変かな。いいえ、ちっともおかしくないです。だってそんな夢、すっごく先輩らしいです。ある日、先輩、知ってると思いますけど、自分は将来母親のような弁護士になりたいんです。母の面影を追ってるのは自分も同じです。いつか母のように誰かの笑顔を守れる人間になりたいって。俺と少し似てるね。自分はまだまだ未熟ですけど、いつか先輩に追いつけるようになったら伝えたいことがあるんです。伝えたいこと？内緒です。お父さんだから。は？お父さんだからいいんだよね。お父さんだから。玉木先輩のバカ！バカ！落ちる。天国のお母さん、もしこの気持ちが恋というものだとしても、自分にはまだまだ扱いきれそうもありません。飛んだな。過去最高記録じゃない？そうだね。